新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の感染拡大を受け、社会全体で様々な活動の自粛を促す動きが加速しています。今が踏ん張りどころとは分かっていても、日々深刻化する感染状況や常につきまとう緊張感、出口の見えない自粛生活に弱音を吐きたくなっている方も多いのではないでしょうか。疲れたと感じるのは、きっとあなたが頑張っているから。長期戦も予想されるに、このウイルスとの戦いに息切れしてしまわないよう、完全な問題解決にはならなくても少しやめることを意識して過ごしてみませんか。そこで今回は、いわゆるコロナ疲れの果てに、あることをやめたという方々のお話をご紹介していきたいと思います。